ちょっとね、見てください。こんな感じです。ひふみよい、回りてめくる村やこと。私は実はこの神戸はね、まあ、生まれが神戸なんですよ。1万3000年以上前にこう日本でね、栄えていた文明とされているんで、この物理学っていうのが全てこう繋がっている。よしです。今日は小倉神社、別名片神村神社にやってまいりました。ここはですね、神戸市の金長山の中腹にあります。今ね、20分ぐらいかけて、はぁはぁ言いながら登ってきましたけども、見晴らしがいい、非常にね、素晴らしい場所にあるんですが、こちら、ね、1万3000年前にね、片神村文明っていうものの発祥の起源があると言われている場所なんですけども、こちらに祀られている神様、スサノオノミコト、ね、大国主のミコト、などですね、こう2月に入ってから、2023年2月に入ってから私は結構ね、スサノオノミコト祀られている、まあ、神社になぜか、ね、行くことになって、今回も全く行く気はなかったんですが、まあ、数日前にね、ある人から、まあ、お誘いを受けて淡路島に行きました。そして淡路島からこちらにね、やってきたっていうことなんですね。そしてちょうどこの片神村についてね、まあいろいろと、波動的なね、つながりから、まあ、調べていく中で、なぜか昨日はですね、片神村の、まあ、本をね、出されている、まあ、先生にもお話をお伺いすることになり、そしてまた今日ね、この片神村神社、ね、小倉神社にやってきたということなんですね。そしてですね、この片神村ってね、まあ、皆さんご存知ですかね、こんな感じです。まあ、ちょうどね、これは、ひふみよい、回りてめくる村やこと、まあ、五種っていうね、ものなんですけども、まあ、この片神村っていうのは、ね、80種。ある中で、まあ、5種、6種っていうのがね、ちょうどこう数え歌であり、そして日本語のね、48音にもなってるので、まあ、有名なわけですけど、まあ、こういうものをずっと見てるとね、なんか僕結構こういうの好きで、結局このひふみよいって回っているこの右回りの渦の先にある、このね、真ん中。これがね、反対から見た、まあ、いわゆる渦のね、この、こうなってる渦と、こうなってる渦。まさにそれがね、こう、重なり合ってめくりめくっている。まあ、そんな風に、が見えてくるんですよね。まあ、そんなことをずっと考えていたら、なぜか、ここにやってきたっていう、ま、不思議なことがあるんですけど、まあ、私は実はこの神戸はね、まあ、生まれが神戸なんですよ。神戸の本当にね、北区っていう、まあ、ほぼこういった山の上の方でした。まあ、なので、まあ、この片神村のね、この神社もすごくね、まあ、親近感もあるし、ご縁もあるんですけども、まあ、初めて、今日はね、人生で初めてやってきた、場所です。まあ、そんな片神村で、有名にはなっている、まあ、聖地と言われているね、この場所なんですが、このね、1万3000年以上前にこう日本でね、栄えていた文明とされているんで、まあ、それってね、まあ、縄文時代っていうのが今一般的にはね、日本では一番最初だと。まあ、それは1万年、いやもっとね、8000年だとかいろいろ説があります。それよりも前にあったっていうのが、まあ、この片神村のね、まあ、文明であると。そしてちょうど2023年2月のね、4日立春に行ってきた、まあ、京都の、まあ、鞍馬寺っていうところもね、まあ、これはまあ650万年前にね、サナとクマラがね、降り立った場所だっていうことで、まさにそういった人類創生から、どうもね、昨日、淡路島といえばね、神々ですね。二人の神々、がですね、イザナミとイザナギですね、が、ね、初めて海し島、淡路島っていうね、とこですけども、まさに僕は思うのは、
まあ、宇宙ってね、まあ最初は何もなかったんだと思うんですよ。で、ある時にこう意識が芽生えてね、あれ自分って一体何者なんだろうっていうことを知りたくなった。まあ、そんな時にね、まさに何もない平面の中で、凪のようにね、何もない波が立っていない凪のようなところから波が生まれた。そうした時にね、波が生まれるっていうことは、まあ、渦が生まれたのかもしれませんね。渦が生まれるとそこには影ができて、結局そこにはね、光の反対の影が生まれる。そうすると世界にね、全く何もない世界に、実は影によって自分自身を知るという光が、光の意志がね、達成できるということですね。まあ、これはまあ、なんとなくね、僕がそういうふうにね、最近思うのは、まあ、このカタカムナの図もそうだし、すべては陰陽がね、二つ重なり合って一つとなる世界っていうのが、まあ、ありとあらゆるところで見えてくるんですよね。まあ、これは数学の世界、IT の世界、カタカムナの世界、ね、言霊、カズタマ、カタダマ、もういろいろな世界から、あと量子力学、量子力学的にもそうですね。まさに、この宇宙、量子論でも、まあ、紐ですね。超弦理論っていうのがありますけど、すべてね、もともと私たちは、たった一つの点でできてるわけじゃないよと。実は、よくよく見ていくと、ね、こう、バイオリンの弦のようにね、こう、響きがわーって振動してるんだよっていうのが、まあ、宇宙の最新理論なわけですけど、まあ、そういうところから言っても、あ、実は波。振動から全ては生まれた。じゃあその振動とは一体何から生まれたんですかっていうと、意識ですね。じゃあその意識は誰が生んだんですか。じゃあこの宇宙は、この世界は誰が生んだんですかっていうと、まあ実はあなたでしょう。まあ自分でしょうっていうことが、なんとなくこう全てがつながってきてるんですね。まあまさにあなたが宇宙の創造していることで、一つね、全てが繋がっている、まあ、今日この頃でございます。ちょっと話を戻しましてね、カタカムナといえばね、もともとはその物理学者のね、楢崎孝月っていう方がこうね、最初に発見されたと言われております。なのでこの、ね、カタカムナの平藤寺っていう老人にね、お会いして、まあ、そこからね、この文明を解読していたっていう、まあ、そういった歴史の中でもやっぱりね、この物理学っていうのが全てこう繋がっている。全てね、この神社でもそうなんで、私もあんまり神社ね、詳しくはありませんけども、まあ、そういったところにこう繋がっていくということが、まあ、不思議でなりません。ということでね、もしよろしければまた、コメントやチャンネル登録、いいね、まあ、概要欄もね、また見ておいていただければと思います。ということで今回もありがとうございました。